ですね、ダイエット対決、僕たちやってきた最高の動画がありましたけども、僕が見事7キロ痩せましてね、ハマヤに買ったんですけども、あれ結局ね、どういうダイエットしたんですかみたいな声が結構多くて、その紹介だけしたいなと思いまして、基本的に最初の2週間ぐらいは頑張れないなと思ってたんで、僕はちょっとラーメン食ったりとか結構自由にしてたんですよ。で、2週間経った時点ではちょっと1キロ太ってました僕でこっから1ヶ月頑張るのはさすがにしんどいと思ったんで、2週間経ったらもう食事制限もしようということで、僕昔からですね、ちょっと肌荒れがひどい時期がありまして、その肌荒れ改善とかいろんなのしてた結果ですね、腸内を整えたらいいよって皮膚科の先生に言われたことがあって、その時から腸の勉強をちょっとまあ趣味がてらといいますかやっててですね、僕このような腸内フローラファスティングアドバイザーっていうのが一応あるんですけども、それでですね、それもダイエットにもつながりやすいっていうのも僕が勉強してる中で見つけてですね、基本的に腸を整えると何がいいかとか、まあ、説明はあれかなと思うんですけど、こういう体を錆びつかせる活性酵素とかね、こういうバナナとか茶葉、レンコン、ニンニクとかは抗酸化力が強いんで錆びつかせないようにできますよみたいなのがあるんですけども、これをですね、まあ必要な栄養素は結構あるんですよ。人間の美容だったりに必要な、まあ栄養素とか結構あるんですけど、それをですね、全部食事から摂取しようと思うと結局太っちゃうと。ビタミン、ミネラル、必須アミノ酸、必須脂肪酸などを必要な分食事だけで取ったらカロリーをめっちゃ取っちゃうんで、それができないんで、僕がたどり着いたこのフローラファスティングっていうのがありましてですね、もともと僕酵素ドリンクとか飲んでファスティングプチ断食みたいなやるのが結構好きで、腸内洗浄も兼ねてみたいなのを、まあ、昔から大学生の頃からやったりもしてたんですけど、まあ、そうやってご飯食べれないんで2週間ご飯食べれないのは絶対無理やなっていうので探してたら、これご飯を食べながら腸内フローラファスティングっていうのができますよっていうのを見つけて、まあ挑戦したことなかったんですけどやってみようということで、これで今回僕は痩せました。宣伝とかじゃないんでチラッとしか出さないですけど、はい、これまあ調べてください皆さんすぐ出てくる、多分腸内フローラファスティングって今も結構ね、雑誌とかでも取り上げられるぐらい流行ってるみたいなんで見てもらいたいなと思うんですけど、まあそれで一応このですね、ドリンク出してるところはメニューを結構組んでくれたりもするんで、こういうものを食べていいですよ、1日目2日目はで、3日目4日目5日目はこれ食いましょうとか、最後のまあ一応1週間で組んでるのかな、6日目7日目はこれ食いましょうみたいなのがあるんですけど、この基本の主菜っていう部分も食べて、基本の副菜を食べて、この専用ドリンク飲んだら痩せますよっていう一応メニューなんですけど、僕はですね、基本の主菜もカットしてました。この最後の2週間はこの基本の副菜の汁物とキャベツと小鉢1種類っていうこのメニューをやって、1日目2日目で3日目4日目5日目はこの木綿豆腐、ゆで卵、バナナ、ゴールデンキウイ、リンゴっていうのを、朝昼夜と分けながらで、ドリンクを240ミリ多めに飲むと。で、6日目7日目はまた1日目2日目と同じように基本の副菜の中から食べながらっていうのを2週間やって、7キロ落としました。8キロなのかな、1キロ増えてたんで、8キロ2週間で落としたんで、まあ結構無理してます。ただ主菜を食べながらでも3、4キロは落ちるって僕調べたら出てきたんで、まあでも僕は絶対100キロ走りたくなくて負けたくなかったんで、主菜はなしで副菜だけで、まあそれでも栄養素的には問題ない、なんだろう、普段の生活から考えたらこのドリンク飲んでる分だいぶいい健康な生活は送れてたんで、だから断食とかしてフラフラするみたいなのはなかったですね。だからこれで痩せて、まあジムも多少は行ってたんですけどそこまで行けなかったんで、もうほとんど食事制限で2週間で痩せたんで、でも今回あんまきつくなかったですね。そのまあ甘いのに負けたくないって気持ちが強かったんできつくなかったのかもしれないですけど、まあでも最後の2日、最後の1日かはもう前日はもうサウナ行って汗出して水分で体力軽くしようみたいなのもしましたけど、まだ7キロぐらい、6キロ7キロは食事制限だけでガンと落ちたんで、まあ興味ある方はね試してみてくださいと。どうやって痩せたんですかが気になるようなコーナーでした。ありがとうございました。